貴婦人の和訳は、1529年8月3日に、新生ローマ皇帝とフランスとの間で結ばれた、イタリア戦争の一環であるコニャック同盟戦争を集結させるための講和条約。カンブレーの和訳とも呼ばれる。戦争の当事者ではなくその女性親族が交渉に当たり、条約を締結させたことからこの呼び名がある。すなわち、貴婦人とは、 神聖ローマ皇帝カール5世のおばのレーデルランと、女総徳マルグリット大公女と、フランス王フランソワ1世の母ルイーズド・サボワを指している。犬猿の中の当事者同士が顔を合わせようとしなかったため、彼らの母とおばが代わりに、カンブレーでの直接交渉に出向く事態となった。マルグリットは、ルイーズの弟のサボイアフィリベルト二世の未亡人だったため二人は、ギシー妹だったが、 交渉の場では激しい応酬を繰り広げた。結ばれた条約ではハプスブルク家のイタリアにおける優位が決定づけられた。内容は1526年のマドリード条約をほぼ踏襲する形となっていた。フランス王はイタリアの諸地方に対する相続請求、並びにフランドル、アルトア、トゥルネーの総始権を放棄した。ミラノ公国とナポリオ王国は カール5世の統治下に置かれることになった。このほか、フランスはカール5世がイングランドから手、フランス側の利益となる取り決めもなされた。カール5世の政府の監視下に置かれて、マドリードで人質生活を送っていたフランソワ1世の二人の息子、フランソワとアンリが200万駅の身の代金と引き換えに解放された。また1477年以降、 フランスが領有していたブルゴーニュ公領に関しては、カール五世側が、相続請求権を放棄して、フランスの領有権を認めることになった。柴田道夫編、世界歴史体系フランスシニアマカワ出版社、P80J お流、カトリーヌド・メディシスカワで処方審者、1990年、P83 三リ流、P P84。ただし条約締結に伴って解体された。 ブルボン公領の大部分は、その後もフランス王領に泊まっている。柴田 P81 ありがとうございます。